ベトナムのビールでは、ベトナムで製造及び輸入されるビールの概要について記す。ラガーはベトナムで最も人気のある種類のビールである。ベトナムで最も人気のある3つのビールメーカーは以下の通りである。2013年のデータによれば、これら3つのうち、ビアサイゴンが最も人気がある。他の人気の高い醸造所には、普段ビアとジビエトを生産する。 ヒューブルーリーリミテッドがある。人気の高い外国資本の醸造所にはタイガービール、カールスバーグ、ハイネケンなどがある。ハイネケンとタイガービールは共にベトナムの高級ビールの市場シェアの約85%を占める。ベトナムはタイガーとハイネケンのアジア太平洋地域で世界最大の市場である。ベトナムは は2015年の34億リットルから2020年に40億から4.25億リットルに増加し、ビール生産量を18から25%増加させることを目指している。ベトナムには約20の醸造所がある。これらのビールのほとんどはチェコとドイツ風のビールである。著名な醸造所には、ホワインブラウスハウス、ピルスナーウルケル、ゴールドマルト醸造所などがある。 ベトナムは様々な国からビールを輸入している。ベルギーの瓶ビ,ビールにトラピステ、シメイレフ、ヒューガルデンホワイトがある。ベトナムが輸入するドイツの瓶ビ,ビールの例にマンチガーホーフブロー、バルシュタイナー、パウラナ、ビットブルガー、エーデルワイス、コストリッチャーなどがある。ロシアとチェコからのビールもベトナムに輸入されている。ありがとうございます。